の空に林が響く。祭りは過去と現在と未来が交流する場。弾む心に老若男女の笑顔も待ちを行く。元来川越祭りは氷川神社の祭祀と氏子八衆が行う祭礼の出し行事から成り立つ。出し行事は総鎮守氷川神社秋の大祭の付け祭。慶安4年、時の川越藩主増田出雲守信綱の命により始められた神幸祭が起源である。みこしが町を行き、従う出しと人々が繰り広げる華麗な歴史絵巻は祭りの醍醐味である。祭り初日の夕刻、祭礼情緒を堪能する宵山、無数の提灯ばかりに浮かび上がる出しと人形の幻想の世界。待ちに待った夜の川越祭り、それぞれの町内の出しが一斉に動き出す。町の辻々で出しが出会い、林を競い合う引っかわせ。見物客も巻き込んだ熱気で出しが揺れ、提灯も揺れる。